こんにちは。日本学術書道会の田村喜山です。今日も担当者の茶掛けの前後辞典から前後を選び、その解説文を読んでから後でその前後を半紙に筆で書いています。今日の言葉は春日遅遅です。春の日はうららかでゆっくりと時が流れる。春日遅遅、草木さいさいの語があります。さいさいは草木が茂る様。中東の詩人八居易に春日遅し、日遅くして独座すれば天暮れがたしの句があります。内部から春日遅遅を書いています。最後までご覧いただきありがとうございました。